こんにちは。日本学術書道会の田村喜嵐です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は即無心無尽蔵です。すなわち無心であり無一物であるという意味です。そこに無尽蔵の宝が隠されている、禅の本懐を言う言葉です。無心論に真ぬ無心はすなわち一切にして、弱滅はすなわち無心なることをとあります。また牧籍によく用いられる言葉に無一物中無尽蔵という語がありますが、これらを巧みにまとめた表現です。それでは今から即無心無尽蔵を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。